平岡範子6月2日体は日本の演出家。父は三島由紀夫。母は平岡洋子。結婚後は富田範子となった。三島没後20年に三島の二曲、青い上、弱帽子の演出を手掛け、母親の死後は弟、イーチローと共に三島の著作権保護に努めた。1959年6月2日、父、三島由紀夫と母、 陽子の長女として誕生。19時ごろ、虎ノ門病院に駆けつけた三島は、新生児室のガラス越しに、初めての我が子を見る。6月8日のお七夜で、のりことを命名された。三島はもともと、陰と名付けたかったが、東洋漢字にないので、諦め、その代わりに後に書かれる小説、縁の後の登場人物に、沢村陰と名付けたとされる。3年後に誕生した弟、 イ,イチロウと共に、大田区真込東一丁目1333番地の家で育ったのりコは、学習院幼稚園から学習院初等科に通った。皇太子、なる人しんのとは学習院幼稚園と初等科で、同級生であった。1964年12月の幼稚園クリスマス会では、父、三島が殉職した、チビクロさ、うぼの冒険。 九百六十五年十二月には、同じく、三島と母、陽子の殉職の、絶切れ鈴芽が上演された。その後、学習院女子中等科学習院女子高等化を経て、九百八十二年三月二十日、学習院大学文学部仏文化を卒業した。三島没後二十年にあたる1990年一月には、三島の二曲、青上と弱帽子を、 舞踊劇に、プロデュース、演出をし、同年9月24日には、外交官の富田浩二と結婚。外交官婦人として、シンガポールに駐在し、子供を産んだ。母、洋子の死後、三島との愛人関係を描いた、福島二郎の小説、ケと勘カンベニが1998年に出版されたが、その著者の中で福島が3等の書簡を、 無断公表したことに対してのりこは、著作権侵害のゆえをもって、同書の出版差し止めを求め、弟の平岡一郎と共に福島及び文芸春秋を東京地方裁判所に提訴し、2000年5月23日に、勝訴が確定した。のりこが1歳の赤ん坊の時、三島夫妻は、同居しているあずさとしずえに、のりこを預けて、二人だけで3ヶ月ほど、アメリカ、 ヨーロッパ、エジプト、香港に海外旅行に出かけた。三島はディズニーランドに行った際にドナルドダックの絵はがきを買って、のりこ宛てに、のりこちゃん元気ですかお父様とお母様はディズニーランドへ行きました。とても面白く、のりこちゃんの喜びそうなものがいっぱいありましたと書き、元気でね、絵本とお帽子を送りましたと締めくくっている。のりこが4歳の時に、 軽井沢滞在中の川端康成からのりこに可愛い、川が送られ、喜ぶのり子の様子を3等は、嬉しそうに、早速、幼稚園のピクニックに持っていくと、大喜びで飛んだり跳ねたりしておりますと、川端への礼状に報告している。その約半年前に三島は、子供が生まれたての赤ん坊の頃は、怪物的であって、あんまり可愛らしくないので、これなら、 出来合いしないでも済みそうだと安心していたが少し成長してくるとこれは並々ならぬ可愛いものだと不安を感じたとし人から見て可愛くも何ともないものが可愛く見えるということはすでに錯覚である。混つたことになったものだと私は思ったと語っている。子供が可愛くなってくると男子として一か八かの決断を下し命を捨ててかからねばならぬ時に その決断が鈍り、臆病風を吹かせ、卑怯未練な振る舞いをするようになるのではないかという恐怖がある。そこまで行かなくても、男が自分の主義を守るために、あらゆる妥協を排さねばならぬとき、子供可愛さのために妥協を余儀なくされることがあるのではないかという恐怖がある。静かな道の街灯の明かりに影帽子が出た。これを見て、私は、ぎょっとした。 ケニンと私との間に、ちゃんと両方から手を引かれた、小さな影帽子が歩いている。動物的必然とは言いながら、まさに人間と人生の不思議である。私は、何とも言える重圧的な感動に押し縛しがれ、もう観念しなければならぬと思った。三島行きを、子供について、三島と盾の開口補正の陸上自衛隊、体験入隊中に助教官を務めた、江川広木は、 自分の初めての子供の名付けを三党に依頼した。候補名を三つ挙げた手紙の中で三党は、自身の経験を踏まえて、どうしても可愛がりすぎてしまう。第一子は、女のお子さんがよろしくと祝福しながら、人生最初に得るが味は、何者にも大変がたく、一挙手一投足が驚きであり美であり、甘ねの啓示のごときものを感じますねと綴って、 ピンクと水色の産ギ二着を江川に送ったという。1970年11月25日の自決の日、三島は縦の階の4名と車で市ヶ谷駐屯地へ向かう途中、学習院初等科校舎近くの手前に一時停車した際に我が母校の前を通るわけか。俺の子供も現在この時間に、ここに来て授業を受けている最中なんだよ。 のりこのことを気にかけていたという、ありがとうございます。